大谷翔平、開幕戦先発投手の無失点重計は1901年以降26度目もチーム敗退は史上初。次はエンゼルスの選手だ。思い出しました。おかえり。今年のエンゼルスに期待してたやつ。誰だよ今年のエンゼルスは違うとか言ってたやつ。仮釈放終わったからしゃあない。もうこれでエンゼルスに残ることはないな。今日の試合で決断したやろ。これは現実なんだ。見てはいけないものを見てしまった顔やな。僕からは1個だけ。中継ぎを信じるのやめましょう。開幕戦からこれはあかんやろ。常に皆様の気になる情報を最新でお届けしています。面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。